始まってますか。始まってますか。今日はですね、新しい T シャツのおサンプルが、こいつがもうすぐ出るんですけど、ジェットセッターエアラン。このシャツが、どうやってできていくかっていうのを知りたいという人もいるので、ちょっと説明したいなと。大体ですね、僕の場合は、ちょっと落ち着くいきますね。力取った方がいいんですかね。これ紙ですよ、鉛筆ないですね。まあ、鉛筆ないんで大体ですね。こう写ってますか。写ってます。 T シャツの絵をこう描いてね、こう書いて、でここにロゴで、シャツは柔らかくコットン 100% ね、でボディはオリジナルで、まあ、オリジナルで作るときはこのボディの形がプロトで何枚も上がってきて、その中から選ぶ感じですね。で、まあ、ここは、折り返しで縫い付け、縫い糸は水色とかこう指定するわけですよ。ね、縫い糸ですね。で、この襟ぐり、広め、まあ、こういう状態を、工場に送ってプロトを作成すると。でその後、まあボディが決まって、まあ、こういうボディが決まって、それから今度はこのパターンを作っていくんですけど、これは手書きではできないんで、画面映しますよ。これイラストレーターっていうアドビのソフトがあるんですけど、こういう感じです。さっきのシャツですね。画面映してください。でここにこういうパイクの絵が入り、例えばですね、最初初期のデザインだと袖がこうなってたわけですよ。で出来上がってくると、こっちのマークが上にあった方がいいとね。ここちょっとクローズアップしましょうか。クローズアップコマンドシフトプラスかな。ね、こうですよ。これを、まあ、これはこう動かすだけで、型からこうしようと、ね、そうするとちょちょちょ感じですね。これはもうほとんどイラストレーターで行われています。でここのフロントにこういうタグがつくんですけど、これも全部デザインで、言ったらこれもいろんなパーツから出来上がってるわけですよ。もう細かく見たらね、こんな感じです。大賀健が描いたトビオがここにいて、ここの書体とかこういうのはもう僕が考えて作ってますね。でこのタグをよく見ると、旅に必要なこととか、まあ男の子が好きなアクティビティをこう英語でこう表現してるというわけですね。こうやってシャツが出来上がってきます。